今日は10月の22日12時です。でなんか今日明日で台風が、来るみたいで雨がものすごいです。金曜日で、朝だけ仕事して、でその後、出かけました。で出かけて買いたいものがあったんですけど、それは防水の靴で、最近雨が週末よく降るので、ゴアテックスの、防水の靴を買おうと思ってたんですけど、いろんなお店行ったんですけど、そのなんかサイズが全然なくて買えませんでした。で、髪切る暇もなく、で、今日後で切ろうと思うんですけど、ちなみに2週間でこんくらい髪伸びました。で、前回の動画で言った通りモールのシェーバーが届いたので、それを使って、スキンフェードにしようと思います。で、あともう一つ買ったものが届きました。このウォールの、アタッチメントです。で、この左のが、1.5 ミリ2分の1です。で、右のが1と2分の1で 4.5 ミリです。で、これ何が特殊かっていうと、ここ黒い部分はプラスチック製なんですけど、下のこの止める場所が金属製でできていて、刃に止めるとカチャって閉まるので、全く動きません。で、普通のウォールのアタッチメントだと全部プラスチック で結構柔らかいので、この長さを調節するこの目がすごい柔らかくて曲がっちゃうんですけど、このプレミアムガードは黒い部分プラスチックなんですけど、ちょっと固めのプラスチックでできてます。もともとバリカンについてるアタッチメントよりは硬い感じになってます。で、スキンフェードするときはこの 1.5 ミリがあった方がすごく便利なので、これは結構スキンフェードするんだったらこのプレミアムガードがあると便利だと思います。で、ちなみにこのプレミアムガード2つはセットで売っていて、プレミアムガードは1から8までのセットと、あとこの2つのセット、多分単品でも買えると思うんですけど、自分が買ったところは2つのセットだったのでこのセット買いました。プレミアムガード1から8番までのやつもそのうち買いたいなと思います。で、前回のシェーバー買った時に、どこで買ったんですかっていう質問があったんですけど、シェーバーはヤフオクで買いました。で、今回のこのプレミアムアタッチメントはなんかステッカーまでいただいたんですけど、アパッシュっていう北海道にあるお店だと思うんですけど、バリカンとかそういったグッズも販売していて、そこの、通販で買いました。で、発送もすごく早くてすぐ届いたので、このプレミアムガードもし欲しいなと思ったら、ここで買うといいかもしれません。ってことで雨がひどいのでマックのドライブスルー行ってきます。ということで髪切っていきます。で、さっき言ったこのプレミアムガードなんですけど、ここが固めです。で、通常のだとこんくらい曲がるんですけど、これ硬いのでそこまで曲がりません。そしたらまずテーパーです。
ということでラインを作りました。そしたら先週使えなかったこれでシェーバーで、スキンのところを剃っていきます。ゼロギャップで買ったんですけど、だいぶ T 字のカミソリで剃った感じに剃れます。こっちはまだ剃ってない方です。そしたらだいぶもう髪の毛が見えないぐらいに剃れました。そしたら次ぼかしていきます。でまず1番です。そしたら1と2分の1で、上の方もちょっと切っていきます。そしたら2分の1でした。切ります。そしたらアタッチメントなしです。Missing someone